若干遅れて画像が流れている。お、始まっちゃう？はい。てれ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 て。おやすみなし。ドドン。よっしゃ、行くぜ。行くぜ。6時30分になりました。6時30分を回りました。アトモティブのハッピーストライク始まりまーす。イエイイエイ。乗って乗って乗って寂しい。もう来たね。はぁ、あ、ちょっと元気出しすぎた今。若干息切れがしております。イエイイエイ。はぁ、あ、本日は私がここでゆるゆる30分間お話しさせていただきます。いや、先週はですね、ウミエールのライブ行って、で、昨日は静岡サナッシュの方でライブをやらせていただきました。スイレンザっていうヘビーメタルバンド、陰陽座の妖怪ヘビーメタルバンド陰陽座のコピーバンドのスイレンザっていうバンドでボーカルをやらせていただきました。静岡サナッシュ、噛んだ静岡サナッシュで静岡ミュージックネットパークボリューム9っていうのにですね、お声かけていただいてですね、参加してまいりました。スイレンザ2番手だったんですけれども、まあリハからね、ずっとぶっとしていろんなバンドさんも見させていただいてですね、一日すごい楽しい日を送らせていただいたんですけれども、いやーもうほんと昨日ね暑かったんですよ。結構昨日暑くなかったですか？暑かった？暑かったですよね。昨日それこそやっぱ袴、やっぱねスイレンザね、衣装は袴と着物って決まってるんで、もう張り切って着物をね蹴ったわけなんですよ。ほんともうくっそ暑いの。やばいと思って、今日はもう早めに準備するぜって言っても、着物着たらもう超暑いじゃないですか。もうびっくりした。でまあね、本当はもう今日もね、水田座ライブの名残でこう着物着てきちゃおうかなとかって思ってたけど、もう残念ながら洗濯に出してまいりましたのでね。はあ、クリーニング中、クリーニング中です。来週もライブですからね。来週はあ、もしかしてあれかな、あれだぜ、あれだぜ、これだぜ、てってれーん、やらまいかミュージックフェスティバル浜松第7回、こちらに参加いたします。まあ先週まで散々告知したんですけど、10月12、13って2日間行われて、もうものすごい数のね、アーティストさん出るんですけれども、13日の日曜日12時半頃から、浜松フォースの方で出演させていただくことが決まっております。神田。ことが決まっておりますので、入場無料ですのでね、ぜひ皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。たくさんいろんな音楽を聴けますので、退屈しない一日になるかと思います。いろんなイベントあるみたいですね。なんか去年はね、屋台が並んでたりとかして、いろんな、私浜松黒餃子を買った記憶が鮮明に残っててですね、未だにブログが浜松黒餃子で検索されているっていうね、すごいことになってるんですけれども、ふうふう、まあこんなイベントありますのでね、ぜひ皆様お越しくださいませ。てってれー、200組くらいの、200何十組、260 290 290 60 60、とにかくいっぱいです。いっぱいです。きりなんか裏にもね、いろいろ書いてあるんですよ。バスターミナル地下とか、遠鉄百貨店本館屋上とか、ザザシティ中央広場とか、松菱前とか、ヤマハミュージック8階とか、シズギンアゴラ、アゴラってどこ？有楽街とかね、なんかいろいろね、あるみたいなんですよ。私、今回ね、2回目なんですけど、前回はミーコさんのコーラスで行ってですね、今回はスイレンザで参加でーす。トゥッテルしないとモティブが見られると思います。昨日それこそライブ行って、いつもトモティブを見に来てくれてるお客さんも来てくれたんですよ。もうありがたいことに、もう本当ありがたいことに、たらトモティブ全然違うねって言われて、いつも鼻にゆるいのに今日はどうしちゃったのみたいな、このギャップをね楽しんでいただけたようで何よりでございます。もうね、いかに格好つけるか必死だったんですけど、本人は。もう汗だらだらでね。もう必死だよ。こんな感じでね。ああ、もう昨日は本当にね、楽しかったですよ、もうライブ。もっとね、次はもっと弾けたね、ライブを。時間も短い、20分で短いんですけれども、やらまいかではもっと凝縮したライブができればいいなと思っております。何曲ぐらい？4曲が限界かな。
MC ほとんどやらないつもりではいるんですけども、それでもまあ4曲が限界かなって思ってます。そう、だいたい20分から30 20分くらいかななんですけど、まあ結構時間にシビアな現場になってますので、もう時間ぴったりで始まります。で、時間ぴったりで終わらないと怒られます。あ、ゲスト出るって。あ、シーナちゃん来ちゃう。じゃあシーナちゃん来ようか。てってる。どっちがいいかな、こっちかな。じゃあ、はい、では失礼します。ではここでシーナちゃんの登場です。てってる。これ両方入ってるのかな。普通の人か。じゃあマイクをしようかな。あれ、使用前、使用後みたいになってるけど。使用後、こんなになります。はい、使用後です。あら、でも素顔も可愛いじゃないですか。鼻に指入れないわ。レディレディレディ、レディ、レディ頼むよ、レディ。私、女だったんだ。よくツイッターで言ってます。私、女だったんだ。よっしゃ。でもいいですね、シュクまたこれは、はい、これで私は好きですね。ありがとうございます。かわいい。やったー。もう若い子が隣にいるとたぎるね。たぎる。あのね、僕はもうね、23歳なんですよ、もう。貴様らしくしないの。私、永遠の22歳だから。そう、あえて20歳とか18歳とか言っちゃうとさ、お酒飲めなくなっちゃうから。ああ、確かに。言わない。永遠の18歳とか言わない。お酒飲みたい。そう、この中途半端な。お酒飲みたい。お酒飲みたい。お酒飲みたい。焼津の磯自慢とか飲みたいな。おお。じゃあ弱いです。あの、土曜日に友達の結婚式行ってきたんですよ。はい。ほんで、あの、お父さんお母さん中高ね、うん、あの、いやーお世話になってますねっつってこう言いながらこうビール勧めてくるわけですよ。はい、まあ、飲むわけですよ。はい、でそこそウーロン茶、お母さんがウーロン茶持っててお父さんがビール持ってくるわけじゃないですか。ほんとね、あ、どちらしますかって言って、ウーロン茶ですかビールですか、ビールですみたいな。ビールくださいみたいな。飲む気満々じゃないかって突っ込まれつつね。すごい。まあ、飲んだらね、もう頭痛くなっちゃってね。あれば、あれば弱ーみたいな。でも、でも未だにビールだけは慣れないですね。テキーラとか飲むんですけど。あ、テキーラとか、はい、渋いね。すぐテキーラください。いや、かっこいいなって聞いた。私、磯自慢くださいになっちゃうから、おっさんやんって。お磯自慢ください。かっこいい。なんでおっさんだよ。都会と田舎者の自伝です。まあ、そんなことない。生まれの子たちもやいずそんなことない。そんなやめてください。もう安定、根底、尊定のやいず人ですからね。これ分かる人は君もやいず人だぜ。おぉ、分かるようになったら私、やいずの民になれるかしら。やいずの民になれる。やいずの民になれるかしら。そう、魚市場言葉というかね、そういう方言がね。そう、なんかね、焼津市って結構方言強いんですって。あ、そうなんですか。そう、昨日そういえば、どうなんだろう、これってあんま地域関係ないかもしれないけど、うんうん、昨日私、サンダルっていうか履いてて、はい、こういうのジョンジョンって言うよねっていう話をしてたの。あー、はい。そしたら豊橋市民は言わないんだって。あ、そうなんですか。ジョンジョン、あ、ゴム草履のことゴムジョンジョンって言う人がいる。これゴーこれがって、そもそもこれがもうこれがそもそもアウト。そもそもそうで、ジョンジョンって言わないんだって。へえ、高校の時にそれ聞いたんですよ。本当、高校の時に。高校の時、高校生が何を言ってるんだ。いや、昔から言ってたけどな、当たり前のように使ってたから、うん、普通に、ね、うん、ジョンジョン履いてくわとかさ。おー、突っかけは言うけどジョンジョンは言わないんだって。そうですね、こっちは多分突っかけがデフォルト、デフォルト、基本、基本。え、カズさん、ジョンジョンって言わない？言わない。言わない。しまった、やりすぎた。あれって、あれ？私が年を食ってるってことがね。でも、でも、私は、方言より、何より先に、電車の乗り方を覚えて、やっと、焼津の民になれるんではないか。いや、焼津の民じゃなくても電車は乗れるようになれる。その切符買えないとかさ、焼津関係ない。そう、さっきのね、椎名ちゃんの番組で、はい、はい、椎名さん電車に乗れへんっていう話をしたんですよ。はい。なぜかと、はい、もうスイカ買えって話ですよ。スイカ買えよみたいな。乗れ、乗れないの？全然行かないんですよ。電車乗って行くようなところに行かないっていうか、みんななんか車で乗っけてってくれたりとかするので。車は運転する？いや、免許すらないんです。あ、じゃあ乗らないんだ。乗らないんですよ。で、あ、じゃなくてチャリです。完全なる人力。はい、人力、完全なる人力車。息を切らして頑張って。息を切らせて30分間。
あ疲れたわみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。またお願いします。トゥットゥルびっくりした今時が止まったよ今静かに帰ってった今すす何も突っ込む暇がなかったわあれみたいな。そう後ろ振り向いたらもう半分以上外に出ていたおうみたいな。本当だよ帰る寸前やがなね。そうなんだよ。そう今日そういえば私来る前に八重洲駅に寄ってきたんですよ。はい、八重洲駅寄って、うん、そうちょっと時間あったから、うん、もう八重洲駅寄ってなんか面白いものあるかなと思ってフラーって行ったんですよ、うん、はい、で私パン屋さん好きで、うん、あの今日ピーターパンっていうパン、あの焼津と静岡にある、ね、はい、大きなパン屋さんあって、はい、前通って寄りそびれて、はい、で焼津駅にパン屋さんあるじゃんと思って、はい、パン屋さん寄ろっかなって思って寄ってきたの、はい、そしたらね面白いものあったからね買ってきてみた。面白いもの、そう失礼、そう面白いものあったから買ってきてみた、はい、シーナの食レポ第2弾やってもらうよこれちょっと待ってくださいちょっと待ってください、自分のなんかねシーナみたいな、そう食レポのシーナなんかね何でもいいんだけど、まだ並べてみようかという、はい、これ何ですか。これねナルト入ってるんだって、ナルトが入ったパン、そうナルトなんだって。やっぱ1本はカレーで1本はノーマルです。へえ、ナルト食べると何のシーナだよ。ありますあセレブだからないかみたいなあります。あとさこの辺じゃ有名だよね。あかわいいっつって違うみたいな。黒糖かりんとうまんじゅう、かりんとうまんじゅう、かりんとうまんじゅうって最近よく見るよね。そう、黒糖かりんとうまんじゅうよね。つい目線を合わせてしまった。黒糖かりんとうまんじゅうをちょっとね、そう3つくらい買ってきてみて、すごい。あ、2つ買ってきたんだ。で、あとこれ焼津市民ならこれマグロメンチ、おお。マグロメンチを買ってきました。そう、なんかね、マグロメンチバーガーが人気あるんですって。あ、名前聞いたことあるけど食べたことないんですよ。大人気って書いてあった、はい、パン屋さんの前に看板で大人気って書いてあったの。すごい、なんか買ってみた、いろいろ出てきた。そう、魚センターに行くとね、うん、なんかその場で、はい、あのマグロベンチあったりとか、へー、海産物の串焼きみたいなのがあったりとか、うんうん、あるんですよ。すごい、そう、そういうのもあるんだけどパン屋さんにもあるんだと思って買ってきてみた。やっぱ大人気は違いますよ。そう、きっと。なんでまあどれか食レポしてもらおうかなと思って、どれにする、これどっちがカレーか分かんないからすでにマグロメンチかナルトか黒糖かりんとうまんじゅうか。ちょっとナルト気になりますね。ナルトいっちゃおうじゃん。じゃあナルト、ナルトだってナルトが入ってるってね、私ね初めて見た。あとは何、チャレンジャーの方いる、誰か。チャレンジャーって言うと失礼だけどさチャレンジャーなんか試してみたい人生首のお兄さん何にする。どうぞ。じゃあ何でしょうか。もうカレーパン以外だったら大丈夫です。じゃあどっちかだな。マグロメンチか黒糖かりんとうまんじゅう。あなんかこれちょっとカレーみたいな匂いするかも。黒糖いいかな。青木さん黒糖ね、はい、黒糖、はい、青木さん黒糖かりんとうまんじゅう。みんな食レポだよ、食レポ。じゃあそうそう、かりんとうまんじゅうね美味しいんですよ。カツさんどれにしますか。ナルト、マグロメンチ、黒糖かりんとうまんじゅう。これパンですか。メンチカツみたいな、うんうんうん、マグロ、うん、マグロメンチか、マグロ、ちょっとじゃあマグロメンチ誰もいない、あ誰もいなくないか。八重洲駅の駅南口の階段の途中にパン屋さんあるじゃないですか。あそこですよ。あ、今日横目で見ながら来たところだ。見てるじゃん。そう、あパン屋あるわって思いながらスルーしていく。看板出ててね、そう、私もたまに八重洲駅からの時は行くんですけど、普段西八重洲なんですよ、うんうん、だから、ね、あまり寄ることなかったんだけど、お、そうそう、これね、いい感じなんですよ。寄ってみたと。そう、今日寄ってみた。おじゃあこれはカーズさん。お、うまい。あ、それメンチらしいですよ。なんかマグロメンチカツバーガーっていうのもあるんですって。でもね、バーガーするとすごいお腹膨れそうだからメンチだけにしてきた。すごい、パン屋でメンチだけ売ってるんですね。そうそう、売ってるんですよ、メンチだけ。メンチ、そう、これが1個150円かな、そのくらいで買えちゃうんですよ。へぇ、じゃあいただきます。食べて食べて。私はどれにしような。私もナルト行った方がいいかな。ナルトお願いします、お願いしますか。ナルト行っちゃう。レポ力が、ね、ガチでナルトの模様入ってくる。あ、なんかもうここから模様が出てるという。そうそうそう、はい、間違いないです、これは。あんこ入ってる。あ、かりんとうまんじゅうあんこ入りですか。すごい、いただきます。ガチナルト、うん、ダメ、ナルトですね普通に。ガチナルト、うん、
かじると中からナルト出てきます。ガチナルトです。怖いですね。うん、なんか2人でナルトをかぶりついてる、うん、ナルト光景だよ。この番組でしか見れないよきっと。本当です。女子2人がマグロじゃないナルトにかぶりつくこの映像。すげえシュール。なんか、うん、パンっていうよりかはナルトを揚げちゃいましたみたいな、うん、でもなんかね、生地がね、ドーナツ、うん、カレー、うん、カレーパン、ドーナツ屋さんのカレーパンみたいな感じ、うん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 、結構カリッと揚げてある感じのナルトや。ほんとすっごいナルトだね。ナルト自体もすごい弾力があってね、うん、なんか、うん、噛み応えが美味しいです。すごく食べてると無言になるよね。当たり前なんだけど、食レポができない人。そっちはカレーかなですね。カレー、でもなんかすごいカレーって感じじゃないんですよ、うん、こうなんかこの辺ちょっと黄色くなってるんですけど、あ、本当だ、その辺くらいですかね、うん、中は別に普通のナルトで、うん、本当だ、中は普通のナルトでって、ナルトが入ってるの見たことないけど、まんまナルト、普通ではない。だってこれよく考えるとさ、はい、縦に割ったナルトがさ、はい、まんま入ってるわけじゃんね。結構な量だよこれ。ですよ。ナルトだけじゃない。よかったですね、1本こう刺さってなくて。丸ごと1本中に入る。途中で食べるの諦めそうだ。それだけナルト1本食べるって言ってたよ。生まれて初めてだろうね。あ、そうかも、うん、普通ペラペラの1枚か2枚食べる前でさ、うん、そう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 、そんなには食べないよね。あ、ナルト食べてくださいってことですか。うん、うん、多分今まで食べたナルト一生分ぐらいそれ1本で食べる可能性があるね。一生分はないだろう。1,2 年分くらい。そんなラーメン好きなんですか、新之助は。あ、うーん、でも割とラーメン食べたい人です。でうーん、カレーの方が多いです。うーん、ナルト入ってないじゃないですか。確かに。確かにすごい弾力なんだよ。食べたら番組全部終わりそうな気がするよ、うん、これ。でもカリッとまんじゅうはあんこ入ってるんですって。うん、マグロメンチはどうですか。美味しい美味しい美味しい。食レポして、食レポ。鮮明に伝えてください。マグロの味がする。マグロの味がする、うん、そりゃそりゃみんな食レポ。これ中に入ってるんだね、うん、玉ねぎがね、シャリシャリしてる。あ、玉ねぎ入ってるんですね、結構いっぱい入ってるね。マグロ以外にも玉ねぎが入ってるんですね。そう、うんうん、歯応えがある。あ、食感が良さそうですね、マグロとのそのメンチと玉ねぎで。今いいレポでしたね。いいレポ。分かりやすい、分かりやすい。すげえ、これ焼津っぽい、うん、言えば焼津っぽいですね、こういうマグロメンチとか。ご当地、ご当地、まあ、このパンは完全にご当地だろう。確かに。どうしてそんなに売ってないからね。全国探してもなかなかないと思うんだよ、うん、これ。ちょっとこれは初めて見ましたね。結構長くくれるしね、うん、これ。すげえ。これ静岡であれ自慢だと思う。うん。うん、みんな食いてーとか言う車の話があるからね、うん、ね、福田さん。じゃあ、焼津行っちゃう？焼津行っちゃう？ナルトみたいに焼津行っちゃう？みたいな。うん。うん、電車乗って行っちゃうって。乗れないくせに偉そうにみたいな。ティッシュ1枚ください。はい、どうも。こいつ乗れないくせに偉そうだぞ、なんか。お前行けんのかよ。そういう展開もありかもしれないよ、うん、行っちゃうみたいな。もうね、普通にね、袋がね、キヨスクとベルマートの袋なんだよ。へ、あ、店名がわからない。八重洲駅にお越しください。お越しください。ということでこんな感じかな。そのパンはあれなんですかね、キオスクとかと一緒なんですかね。まあ駅の中で営業してるからなんか系列なんですかね、うんうん、なんかモーニングとかわかんないけど、パンがイートインできるようなコーナーがちょっとできてて、昔はパンなかったと思うんですよ、食ってけよみたいな。そうそう、食べれるようになってて。これいいなと思って、そしたらね、なんかちょっと、うん、立ち寄った時にこう、うん、スッとこう寄って食べていけるんじゃないかなって思うんですよ。確かにおすすめです、うん、最近イートイン流行ってるのかな、なんか前よりそういうところ増えたような。静岡駅もそうですよね、パン屋さんで。確かに昨日それこそパン屋さんでモーニングしたんですけど、うんうんうん、モーニングセットとかあったりとか、割と広いんですよね。そう、ゆったり
くつろげる空間ができたりとかするから、うんうんうん、最近こういうのいいなっていう。ミニストップをあやかって、ね、ミニストップ嘘嘘ですストップミニスみたいな。結構ストップしてるみたいな。何時間ストップするつもりだよみたいな。長期滞在お断りじゃないのこれどうなの。いやちょっと食べたらすぐ動けないかなみたいなちょっと一服してからみたいな、ちょっとゆっくりしてこうかなみたいな。のんびりコーヒー飲んでからみたいな。早く出てけよみたいな店員さんのね、あの痛い視線をチラ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 、ね、早く出てけよお前みたいな、邪魔だよ。シュールだわシュールもうありありと想像がつくなんか、うん、割となんか私想像しやすい人らしいです。想像しやすい人、うん、なんかこれがこうでねみたいな話してると、ああうん想像できるわみたいな。リアクションが単純ってことそれはなのかななんでしょう、多分そんな感じなんですよきっと。いいことでは分かりやすいの、よく伝わるってことだからね。でも食レポできない伝えられない。表情で伝えて、表情でうまい、うめえ表情してくれうまい表情大事だから。顔だけ顔だけ食レポ、うん、表情で伝わるかもしれないよ。やったー。もうね、あのそれこそレイヤーだから、あレイヤーだからね、あの全身で伝えてくれるか、はい、あのでもコスプレしててもあのキャラに割となりきる人っているじゃないですか。私素のままなんですよ。素のままかい。でなおかつあのコスプレしたままお酒飲むと転がるんですよ。転がるなよ。はい、転がってしまう。転がっちゃダメだから。踏まれるっていう。踏まれるって。コスしたままお酒飲むってどういうところで言えるか。あ、なんかなんだろう。コスカラとか。あのクラブイベントがあるんですよ。ああるんだ。はい、はい、行ったことない。静岡でも割といろんなところでやってて。へえー、すごい。アニソンクラブイベントみたいなのがあるんですけど。何それ面白そう。何食いついちゃうんだけど。いや私もあの元レイヤーなんで。はい、もうちょっと見たいですね。にわかです、にわか。にわかレイヤーです。次はコスプレで。トモディブとシーナのコスプレで遊び場。コスプレ、コスプレで遊び場ストライクみたいな。おお、すげえ、すげえ、すげえ、それ見たい。覚えられますか？長い、長い。こういういな。しかもあのタイトルコールできない。なんだっけ、ね、みたいな。次で忘れちゃうね。そう、私の番組実はハピストって略されてるらしい。おお。シーナの番組は略せない。遊び場。遊び場、遊び場っていうとあの職場の方が。強いのできっとシーナの遊び場シーバみたいな。シーバシーバ頭とすげえ。名前みたいなシーバスリーガーみたいな。おお。じゃあこれから私のことをウイスキーって呼んで酒か意味がわからんみたいなそれ由来何とか。お酒すぎる。シーバですけどシーナちゃんは遊び場さんで働いている。はい、遊び場のスタッフです。どんな感じのお店ですか。ちなみに、ちなみに言うとそのなんか古いものっていうか懐かしいものが多いんですよ。うーん、遊んじゃう系。そうですね、結構けん玉とかも普通に置いてあったりとか。おーすごい、私けん玉こうやってまっすぐ入ったことないよ。ないんですよ私も。なんかほとんどできないものが多いんですけど私もまだけん玉とか。なんだろう、けん玉とかダーツとか、あとスーファミとかファミコン、セガサターンとか。セガサターンの、はい、すごい。その辺がこう超食いついちゃう結構密集してる感じで。やばいね、セガサターンだよ、はい、何十年育ってないか分からん。ファミコンもやってたけど、ファミコンも遊び場に勤めて初めて見ました。本当、私スパルタン X とかやってたよ。あテレレテテテンテレレテテテンみたいな。テレレテテすげえやってた、やってた、めっちゃやってたもん。星のカービィとかもやってたんだけど。じゃあ多分あのドストライクですね。ドストライク、ハッピーストライクしちゃう。はい、ハッピーストライクしちゃいますね。やばいな、そういえば行こうかな、機会あればぜひ。すごい、そういうじゃあ古いゲームとか使ってやってる。そんな感じです。なんか古いゲームっていうとあの昔のテーブルゲームかと思ったけど、あのオセロとかもあるし、あのなんて言うんでしょう、何あれは、はら、原辰徳の野球版あります、あります、とか言って、あの伝わる人が何人いるかって何人いるか何人いるかだよこれ皆さんは伝わってるでしょうか。すごい。お店はどこですか。と静岡の両替町、両替町のシダックスさんの近くの秋山ビル3階です、うんうん、
あ、キャマル3階だそうです。はい、営業時間の方は、営業時間は、8時から翌3時までですね。あ、結構遅くまでやってるんですね。はい、のでぜひぜひ機会あれば。いいな、行ってみよう今度。やっと、ね、飲みに行きがてら。お、行ってみたいな。まあ、実は10月の27日にコスプレ会あるんですよ。へー、のでコスプレしてきてください。マジか、私何のコスプレ今したらできるんだろうって感じ。トゥットゥルー、それはマユシ。それは確かに私 あの掛け声はトゥットゥルーなんですけど、はい、マユシはちょっとマユシ、マユシ無理かも。元ネタをちょっとやべえ、これ無理無理だわ。マユシは無理。じゃあフェイリスで来たね、そっちか、ね、あのトゥットゥルーの元ネタのゲームがあるんですけど、そのキャラクターです。まあ、みんなキョトーンとしてるので、ここしかわからないよね。言ってみたんですけど、そうそう、はい、ね、あの元ネタ、焼津の明るいオタクなんで、やったー、オタクネタはもうバッチリっていうかね。やべえな、これ来たな、やったー。とうとう、あ、はい、とうとうここのスタジオにもこういう人種が増えてきたっていうね。来たよ、来たよ、始まったね、これやばいな。そうなんですよ、オタクは私だけじゃないんだよ、世の中にはオタクで溢れてるんだよ。やったねやったね。そう、今日本経済支えてるからね。本当ですよ、オタクは真面目だよ、働くし、はい、好きなことするために働くから。そして好きなものにとことんお金を落とすという。そうそう最近私進撃の巨人にめちゃくちゃ金を落とすという。ハマってるんだ。はい、ハマってるんや。あのダークファンタジー大好き。あー面白いんだ。じゃあ私まだ見てなくて、ぜひぜひ。面白いんだ。今度あのコスプレもします、その27日に。いいね、見たい見たい。リヴァイ兵長、見たい。男キャラばっかやる感じ。そうですね、男装がメインです。私はいいね、かっこいいね、はい、ちょっと興味湧きまくりです。やった、もうゲストに食いつきまくりのこの、ね、MC みたいな。やったよ、やったよ、お母さんやったよ。お母さん、お母さん、お母さん見てないでしょ。お母さん見てないもん。お母さん見てたらびっくりする。お父さん見てるらしいけど、お父さん見てるらしいけど、お母さん見てないから、ね、お父さんが見てる。なんかたまにね、パソコンでチラチラ見てるって話をね。チラチラ見てる？見てないよね。多分ね、数ヶ月後くらいには見てる。はい、もしかしたらあの YouTube とかで本当は覗いてらっしゃるかもしれないですよ。父ちゃん、こっそりと見てるかも、意外と。見てないですよ。見てないのか。はい、多分とか、その多分出てる存在を知らない。あ、そうか。そこまで言わない。お父さんは40。若っ。いらっしゃい。こんばんは。大橋レディーが来た。大橋レディーが来たよ。彼女は大橋レディーなんですよ。大橋レディー。ごめん、変な説明した今。麗しい感じのね、お父さんが来てましたよ。すごい。大橋婚のお姉様。あ、なるほど。多分次見てもウオガシレディで覚えてると思います。ごめん、はい、私が変な紹介したばっかりに、マジごめんみたいな。はい、7時です。じゃあこの辺でちょっとまあちょっとお知らせだけしてしまおうかな。はい、お知らせ？はい。そうそう、私さっきバンドの告知を したんですけど、ジャラマイカミュージックフェス、うちのねメンバーさんの中でもバンド、あの別でバンドやってる人がいて、うんうん、その方もねライブ決まったってことなんですけど、ちょっと今ですね情報を持ってきた紙を今日忘れてきたんで、あれライブ1月なんですって、うん、栄の愛知県かな、栄のムジカっていうライブハウスで、はい、アニソンイベントにオメガコピーバンドで出ますよっていうことを聞いてきたんで、はい、また情報をですね私のブログにでも何でもアップしますんで、ちょっと待っててちょっと私ね仕事遅いからね、まだねブログ書いてないんだよ、最近のブログを。もうねせかせか書くから、ちょっと待ってて、待ってる、ありがとう、待ってる。このノリであるいきなりそうだよ、会話が通じてるの。そうここね、メンタルで通じ合うからね、 これでいける。そう、オタクのシンクロとはこんなもんなんだよ。そうそう、そんなわけなんだよ。じゃあ今日はなんかねパンの紹介とね、はい、私のライブの告知とね、はい、なんかライブのお知らせで終わっちゃったけど、はいね、椎名ちゃんをお迎えして30分間お送りさせていただきました、はい。またいつかじゃあ今度コスプレ共演を目指して、はい、お願いします。やりたいかなと思います。あ、みんなで来たね、ウオガシレディも参加だよ、これ。やったーやった じゃあまたこれ、ね、こういう展開を楽しみに、はい、今日はじゃあ今日のノトモティブのハッピーストライク、これでおしまいです。はい、また次回よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。